もっち先生と学ぼうよ英文法第47回説講師はもっち先生こともちだ哲郎この動画は東京関口文法能力開発が制作しお届けします はい。皆さん、こんにちは。も田です。えー、今回は、説というお話を短めの尺でご案内。説、えー、のまとめについてですね。これがまあ今日のテーマなんですけれども、はい。まあ、説とは何かと。 で、説っていうのはですね、実は統一説と従属説っていうのが本当はあるんですよ。ただ、一般に説といえば、従属説のことをかんあの指すので、そう考えて差し支えないです。で、主説って言ったら、これ文の中心の文ですね。メインの文だと。で、遠い説っていうのは、アンドや o やバットなどで繋がっている文のこと。 そして、重属節というのは、別の分の一部として埋め込まれた分、うん。これが重属節です。はい。で、その重属節の仕組みなんですけれども、まあ、四角 S'V' プラス点点点と、こんな風にしておきました。はい。こういうパターンです。で、 この四角の位置にはつなぎ言葉、まあ、とりあえず仮の文法用語なんですが、つなぎ言葉が入ります。はい、このつなぎ言葉が四角の位置に入っていくと。で、埋め込まれる文は V' となる動詞の意味によって文型が決まります。はい。ただし、基本動詞は除くと。 まあこのプラス点点点の部分が原則は動詞の意味で決まるんだよっていうことです。でつなぎ言葉、まあ、仮の命名をしておきましたが、どんな性質なのかと。まず他の文に埋め込まれてますよっていう目印になります。それから文に名詞、形容詞、副詞の働きを与えます。 で名詞の働きをする分のことを名詞説。形容詞の働きをする分のことを形容詞説。そして、副詞の働きをする分のことを副詞説。というふうにそれぞれ呼びます。えー、つなぎ言葉ってどんなものがあるかっていうと、一つは接続詞。まあ、従属接続詞ですね。それから、w h 語ですね。疑問詞とか関係詞っていうのがあります。 で、これらのつなぎ言葉は一つの説に一つしか使えません。複数を使うことはできません。一つの文を埋め込むときに一つしかつなぎ言葉は使えな、使えません。ということで、今回はここまで。次回は SV プラス2原型というお話をしてまいります。もっち先生と学ぼうよ英文法。 第47回説おしまいです。次回お楽しみに。